どうもショラです。よかつつ前回の続きからやっていきたいと思います。今回なんですが、通信対戦も、やっていきたいと思ってます。もう恒例のやつですね。3回目の通信対戦です。レベル大体お互い30ぐらいですね。まあ、やりたいと思います。募集する。対戦。そのまま。おー、コースコロシアム。神社。結構出てきたな、なんか。増えていくんやな。増えていっとるな。めっちゃアウトでもこれ。田舎で行こう。オッケー。洋画初心者来いよ、タカさん。俺はまだ初心者や。多分これ、ネットやるのは上がらんのかな。うん。よくわからんけど。行きます。どうしよう。まずはいつものメンバーで行くかな。俺はまず固定のメンバーで行くわ。オッケー。いつものメンバーで。よっ、JK2 年目のムーンパワー発動。 JK2 年目コーナーだ。全 HP 回復強し。いざ勝負。工藤新一がおるぞ。工藤新一、なんやこれ。工藤新一がおる。コナン君進化しとるやんけ。進化した。マジで、もうじゃ何の関係もないやん。もう確かにな。満を持す、満を持して機械を伺っている。なんだおめえ。こいつ味方攻撃した。味方攻撃しとるぞ。待って、いけ。ニャウイッス、いけ。おいおいおい、入ってきた。うぜえな。よし、2体目いった。マジか。来た、来たで、来たで、いたるで。なめんなよこら、いたるで。よっしゃ、いけ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 、切る、いたるで。必殺技ができひんかった。よっしゃ、よっしゃー、回復したー。すげーじゃねえか。キルキル、よっしゃー、回復した。いったるでー。うわー、ここ強いな。俺の舞台を舐めるなよ。なに、だがこっちの攻撃じゃーい。おにぎりせんぎり。めっちゃ強いやん。舐めやがって、鬼野郎。どうしよう。いったるでー。キルキル。あー、強い。やられたー。もろたー。もう、HP 回復するやつしかおらへん。めぐれ強すぎるし。お払いもできひん。いったるでー。らららら、回せ回せー。めぐれ警部行くぜー。マジっすか。めぐれ警部の人とはどんどんね。お命いただきます。おら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 、玉食い、ガハハハ、やられた。いやー、最初危なかったけどな。もうな、後ろが強かった。強かったな。正直後ろが強かった。めぐれが強かった。強かった。もう一回いくか。あ、間違えた。あ、じゃあ都合が悪いようですよ。おい、なめんなよ。もう一回やろう。おもろいな、通信対戦は。うん、募集してる人を探します。今トータル7回ぐらいやっとるけど、1回だけ負けたもんな。あの1回は悔やまれるわ、俺はほんまに。オッケー、行くぜ。なんでこんな相手負けてもたんや。それは俺が強かったからじゃん。タカ結構 A ランク多いよな。多いな。だって工藤新一もあれ A ランクやろ。うん、でも A ランク俺はあれにちょっと合ってんのよな、パーティーが。マイセット行こうかな。マイセットマイセット飛んできてない。やっぱこの最強の布陣やわな、ここ。もう後ろにこの武蔵とめぐれを控えとう時点でやっぱ最強やわ。やばいな。あの変わってからの逆転劇やばいな。形勢逆転のあれはあれよな。オッケー、いきます。
よ。最初どう攻めるかやな、ほんまに。大事だよ、戦略が大事だから聞くわ、これ。お。いけい、よっしゃ。おー、でかい、これはでかいぞ。これでかいぞ。なんで先生食らうんですか。あー、待て。明らか、この匂いが高い。満を持してる。使いづらいで、なめんのない、満を持してる。オッケー、一体目。しゃあない、出したらんけ、だが。行きやがった。俺の最強の布陣や、これが。ボークラフルです。歴史を感じる。歴史感じとる、だが。いったるでー。満を持しとる。まだ満を持しとる。2回に1回ぐらい攻撃してんや。いや、あいつガードしたもんだって。次の。満を持してガードした、だから。あいつ満を持してガードした、まだ満を持した。そんなんいらんやろ。荷物すぎる。A ランクやる、だってあいつ A ランク、 A ランクやる、荷物すぎるんかってあれ。ぐっ、いったるでー。おい、新一、新一行ってくれ。工藤新一、隕石機関機関、ほら工藤新一めぐり強すぎる、マジで。意識高いな、JK。 JK 強い、 JK 強い、 JK 強いからね、こっち安定した回復やから。はい、来た、おにぎりっす。宮本選手のギリーっす。よし、やばいぞ、勝てる3番が。あ、こいつやった。へい、だってまだ俺ほぼほぼノーダメやで、今のとこ。いったるでー。マジ JK 抜けへんの。 JK 強い。でも JK 抜かないのはほんま他の奴ら倒せへんよな。まあ無理やな、めぐりやねんかにして。 HM めっちゃ高いからな。にゃにゃー、 HM もうマックスや。やったー、いったるでー。終わった、公式バトル行こうって。ちょっと勝てへんだな。ちょっともうパーティー的にも俺の方が強いな、明らか。これそうやな。まずもうめぐりと JK2 年目が強すぎるわ、ちょっとこれ。公式バトルで勝負や。公式バトルか、受けて立とうやないか。これ公式ルールや。よっしゃ、コンボらしく行こう。舞台は来い。いやー、これ命取りがなめっちゃ強いわ、これほんまに。あとセーラーニャ、近くの人とバトル。たぶんそういえばロボニャン F 型入れへんの。ロボニャン F 型入れるかな。あ、強いんじゃん。弱い、わからん、わからへん。今マシさんとこよ。あ、おるの、遺跡したわ、遺跡。FA 遺跡。FA 遺跡。連れ戻してこないかもしれない。もうただ一角使ってメグレベルはもう乗るからし、S ランク2台も使ってももう勝てるレベルは正直。OK、行きます。もう余裕やねん、ただ。強すぎるわ。うん、チームが。タカに負けるあれが浮かばへんわ、ほんまに。行くぜ、行くぜ。まず、工藤新人は弱すぎるやろ。あ、でもマンモジスがやばいやろ。マンモジスやばいな。あいつやばいやろ。あいつ荷物すぎるやろ、あいつ。あいつ逆に進化して弱なったんちゃうの、お前。俺ほんまに弱なってん、進化して。うわ、めっちゃ食らった。え、マジで。え、いけー、何しよう、あいつ。行ってくれ、あと一発。何、何、ほらほら、来た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 。満を持しとる、よ、オッケー、満を持してくれた。誰でー、なに、なんか一角入れてきやがったし。一角こうやってまさに強いパターンか。ちょっと強いんじゃん、サボっとるけどね。サボるってどうやって直すの。多分直らへん、無理な。あ、だ、真面目にするよりも使うしかないんだ、自分で。よっしゃ、もらったー、おにぎりー。誰がやられる、一角、一角やられた。いや、結構クロシン強いな。これでまだ満を持しとるぞ。なんか攻撃かもされんだけど。
まだ俺も攻撃したことない。ったるで間に合ってくれ。いけー、まずい、これはかーまずい。来た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 。うわ、攻撃しやがった。何？ミスった。まずい。やばい、これはまずい。きたー、もろたー。よっしゃ、ごめんなさい、 JK にでも抜かれへん。よっしゃ、JK にきたー。にゃいにゃい、あらららららら、強いな、にゃい。そろそろ JK 抜いてほしいけどな。間に合ってくれ、頼む。よし、ふくふくスワイ。なやこれ、回復。何からのお命いただきます。誰の、どうも、おらー。うわー、工藤新一やられた。玉食い。ここでなやこれ来ました、海岸芝っ子。なやこれ、水泳きたー。マジか。すげえ。オッケーオッケー。うわぁ、からのトゲニャン来ました。これはまずい。肉球、いやまずい、いやでもいけるはず。きたー、こっちも突っ張りよろしく。よろしく。いや負けん負けん負けん、いけ、倒せる。うやばい。よっしゃー、きたー。よっしゃ、これもろたやろ、このカール。カール取りつかれとって。カール、さらばじゃ。ガハハハ、カール、にゃろ。ミラボディ、ペロン、たもっとる、もろたー、たもってもとる。最後はこれで決めさせてもらおう。にゃい、くそー、ダダダダダダダ、やられたー。いやー、まさかのあれやった、満を持すの一撃が食らった。もう一回いく、もう一回いくか。そう、また出てもた。え、めっちゃ出るやん。うん、いや、なんとか勝てたわ、さっきのやばかった。意外とこ湯がある。一回出たら湯がるかな。うん、なるほどな。だからじゃあ俺もちょっと遊びでちょっと入れ替えてみる。オッケー、通信対戦、次元上最強のパーティー行ってみよう。いけるだけの。よし、おそらく最強であろうパーティーで行こうかな。この最強であろうパーティーで行ってみるわ。どれが強いんやろな、これ。あー、そういうことか。これが最強かもしれない、夫人としては。どっちが来たのあいつ、あいつ。あ、これで行ってみるか。大事点、あ、大事点ちゃう。よし、募集してる人を探します。募集します。公式ルールでいきます。コロシアムでいきます。よし、おい、いきます。さて、どんなパーティーで来るのか。だから現状これが思いつく最強やったな。あれ変わってんぞ。そうなの、変わってんパーティーが。これはもろたかもしれへん。じゃなんで変わらへんだよ、パーティーが。
おう、これ面白いな。そんなんあるんや。ランク優先とかあるじゃん。ランクに行ったろ。これちょっと移動させよう。よし、高額なパッチができたわ。おう、これでいったろえんげ。レベル60はよくわからんけど、いきましょうか。まだ使ってんが弱いんやろね。もう多分これサボりやん。使ってんか、技レベルとかもあるもんな。サボり上がるやろ。うん、とりあえずランク優先でいってみた。ちょっととりあえずもうランク優先で来てみた。現状を用いる最強のパーティーかはわからん。よし、行け。どれ一番右の。どれ。え、なんかカブトみたいなやつ。カブト。こいつあれやん、進化系やん、あいつの。誰だっけ。片付けないやん。そうん、片付けな進化系やで。これ結構かっこええな。かっこやろ。いったれいったれい。よっしゃ、行け。いったれいったれい。やばい、一発やられた。氷結の術、一三マシ。行ってくれ。くそー、百裂肉ピュー。これきついな。そらよっしゃ、もろたで。タカさんよ。おお、やる。おお、いった。マジか、やるな。おお、タケオジズ、ドン。いってくれ。いったるで。鼻巻きがやばい。まずい。一体だけ。いったるで。めぐれ強いで。いったるで。エスプ回復や。めぐれをやれ。いけ。なんでやねん、おい。間に合った。いやでも多分死なへん。ラクラスに引き入る。めぐれを舐めるなよ。あ、HP めっちゃ高いやん。おお、マジか。沈んだ。いや、ここは工藤新一で耐える。カブト、くそー、これまずい。なんだおめえ。返せな、お払い。いけ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 。よっしゃ。からのポカポカばあちゃん。これめっちゃ強いやん、よかんか。これマジか。ポカポカばあちゃん。いたー、これやばいやろ。今ばあちゃん強すぎ、こいつ。これはもろたやろ。さらに、これ痛いな。さらに、これは無理やな、これも。ばあちゃん、これやばいな。決まった時は。おもろったやろ。ブランクだけやったらあかんだ。そう、装備してんのか、あいつら、横考えたら。ほんまやな。あ、装備してんのや、だから。装備を。だから、やけに弱いな、思ったら。ほとんど装備品なしでいきたいな。
ゴーゴーラブニャン初めて使った。ラブニャン反撃したこれだっけ。これもう抜けへんわ。このババアを一人の攻撃役では。ババア強いやろ。ババア抜けへん。これも一人では。オッケー、モロさん、これは見せたな。笑いしよう。やっぱ装備大事やな。50ぐらい変わってくるもんね、装備したやな。50って結構でかいよな。明らかだいぶでかい。50とか変わってたら、よし、あとは抜くだけ。百裂肉球が先決まるとでかいやな。溜まりやすいからな、一番やな。なんか、あいつから夜で緊張してたら、あれな、たまになの。JK2 ね、めっちゃよ、普通に。こっちは、うん、防御力高くない？ JK2 ね。こっち上げとおうからな、防御。めんどくさいな、これなんか。死なへんな。降参かなったかな。降参。ないな。こいつ抜けへんっていうの、ちょっと、なぜ。どうにかせん。JK2 ね、多分まだ真面目なってんから、うん、こいつ真面目にしたらもっと強まると思うんな。ラスト1個だから、じゃあ。ラスト。あれ？募集してる人探します。パーティーやっぱ、あれやな。装備がない分痛いな、このパーティーは。装備つけていっけよな。いや。抜き強度俺はとりあえず。虫歯学者が育てたら強なるやろうけどな、こいつ。うん。こいつ結構エグいからな、育てたら。どうしようかな。ちょっと、あえての陣で行こうかな。よし。ちょっとこの陣で行ってみようかな、ちょっと。若干、変えてみよう。あ、これセットせなあかんの、これ。なんであれ変われへんの？パーティーが。入れ替えても保存とか、前セットになんか保存とかあった気がする。バスターしちゃう。対戦で。対戦。これか。で、メダル保存とか、とりあえず。あったはず。このパーティーよ。それや。よし、行こう。これさっきのパーティーで。レイで。よし、対戦。ラストやな。公式ルールで。近くの人とパパで。決めるぜ。いやー、でも今回は勝つと思うで。いやいや。まあ、あの、ババアのあれが決まったから、言うてなかったけど、あれをだからやる前に勝つと。速攻で倒すと、今回は。俺の今回のあれは速攻やから。テーマは速攻。テーマは速攻。とにかく素早く倒していくと。ケチらしく素早く。邪魔なのはあのジバニャンやな。鬱陶しいのジバニャンぐらいや。ジバニャンは強いな。ジバニャンさっきケチらしないのはもうこっちのもんやね。いざ勝負。早いな、このジバニャン。やたら この陣形グイ超回復陣形、超回復陣形いったるで。結構なあれやろ、超回復陣形。持ちガード、ナイスナイスガード。大竹の術。あ、マジか。来たー、自分のグイ。あいつ邪魔やな、マジで。一本がうざすぎる。吸い取られた。強い。百裂に来た。まずい。
決まる。よっしゃー。うわ、ジバニャ狙っとった。マジで絶対狙われてへんわ思て。やばい、それやばい。あー、もうまずいまずいまずい。うわー、新一がやられた。新一邪魔だ邪魔だ。そう、行ったれ。やばいやばい、間に合ってきた。あー、ポカポカばあちゃん。よっしゃ、突っ張ってあげ。でかい、行ってくれ。止め止め、回復しない。よし、陣形整えた。痛いけどもいける。こっちも行くぞい。突っ張りよろしく。うわ、しかも取りつかれる。よし、いけ宮本武蔵。武蔵行け。いったー、武蔵いった。チャージ完了、鬼切り一戦。ギリー回復。カッパッパー、何やこの技。カッパッパー全体反対か。やるな。だけどもう命いただきます。モノタープ。くわー、めっちゃ怖いやんけ。あー、あかん。一角も回復やね。一本いとく。一本いとく。オロナミン C 回復力もついな。アッパラドリン。なめんなよこっちを。一人で抜くぜ。オッケー、一角めっちゃ速い。一旦やけど勝つぞ。一本、いや、2対1。焼き上がった。黄金ラウンドじゃん。お、マジか！オッケー！これきつい！これはいったんじゃん。めっちゃ先生、俺もあと2体。一角強すぎるな、ちょっとこれ。一角めっちゃ速くない？早い。癒されるわ。一角のあれが半端ないな。まずい。まあ、これぐらいじゃ多分しないと思うな。あー、負けた。よしよしよし、一角強いな、やっぱ S ランク強いな、やっぱ一角と新オーバーの速さ、なんだろう、速いな回復が。一本が、一本めちゃめちゃ早い。速そうな勝ちに顔しとんもんな。うん、おばあに変わるやつかもしれん。あ、見せた、もう一回言ってもだ。これはあれかな、俺も新しい虫歯伯爵の育成に着手するしかないかもしれない。勝とうと思ったら虫歯伯爵絶対強いもんな。 S ランクはこれ強いわ、安定して俺は思うけど。はい、というわけでとりあえず今回の寿司対戦はちょっと長くなったんですが、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。